え？じゃあ勉強を効率的に進めるためにも、クリエイティビティを高めるためにも、睡眠ってめちゃめちゃ大事ではないか。クリエイティブな仕事をしている私たちはもちろん、他の全ての人にも大事なことだよね。皆さんこんにちは。本日は夏休み科学 VTuber 相談室ということで、サイエンスライターのサイエリリが生物学に関する質問に答えていくよ。聞き役はクルのジョカさんにお願いしているよ。よろしくね。やあヌシラ、息災か。我が名はツクルのジョカ、異世界迷いの森に住まいし、クリエイター系 VTuber 兼商業漫画家である。お互いにクリエイティブな仕事をしているってことだね。では早速質問の方に参りましょう。本日の質問はこちらです。ジョカさん、頼んだのじゃ。了解したのじゃ。なんで寝なければならないのですか？起きながら回復できた方がいいなと思ったからです、ということなんじゃけれども、確かによくちゃんと寝なさいとは聞くよな。けれどそれってなんでなんじゃろう。はい、では解説していくよ。まずは質問に答える前に、私たち人の睡眠について軽く解説するね。よろしくお願いいたします。じゃあ人の睡眠を見てみると、レム睡眠とノンレム睡眠という2つの段階に大雑把に分かれることが知られているよ。おお、2つの段階。レム睡眠は浅い眠りで、夢の自己申告が多いのはこの時だね。その理由は脳は起きているのと同じくらい活動的だからだよ。レム睡眠中は筋肉が動かないように神経の側で信号を遮断しているんだけど、そうしなければめちゃくちゃ暴れちゃうくらいだからね。そんなに活動的なんじゃ。びっくりだよね。一方で遮断されにくいものの一つとして、神経が脳に直接つながっている眼球があって、レム睡眠の名前の由来、ラピッドアイムーブメンツ、急速眼球運動にもなっているよ。なるほど。眠ってはいるけど眼球はめちゃめちゃ動いてる状態ってことじゃな。そういうことだね。逆にノンレム睡眠は脳の活動はかなり浅くて、裏を返せば深い眠りに落ちているよ。ノンレム睡眠の夢はレム睡眠と比べると抽象的、精神的なものと言われているけど、そもそも覚えていることが少ないのであまり報告がないよ。ノンレム睡眠の時は脳もあんまり信号を送らないので筋肉の動きは抑えてないよ。言葉通り深い眠りっていう感じじゃな。うんうん。人がなぜ2つの段階の睡眠を使い分けているのかというのは、研究が進めば進むほど謎が増えるって感じではあるんだけど、両方が適切に取れていないと良くないことは分かっているよ。脳が休んでいるのがノンレム睡眠だとは書いたけど、他にももちろん意味があるよ。レム睡眠、ノンレム睡眠の両方の大切さについてもっと教えておくれ。まず睡眠は記憶を定着させるのに必要だということはよく知られているよ。ただし種類は少しだけ違うよ。レム睡眠では手続き記憶、空間記憶、感情的記憶のようなうまく言語化できないものを記憶していると言われているよ。おうほう、レム睡眠は言語化できない記憶を定着させる。一方でノンレム睡眠では宣言的記憶を記憶すると言われているよ。これは新しく知った単語や情報などの知識に関わる意味記憶と、どこかで誰かと何をしたみたいな思い出に関わるエピソード記憶の2つで構成されているね。ノンレム睡眠では言語化できる記憶が定着されておるんじゃな。まとめるとそういうことだね。ただこれはレム睡眠とノンレム睡眠で完全に役割分担をされているという説もあるけど、明確に分かれておらず、ある程度そういう傾向があるという考え方もあるよ。
レム睡眠とノンレム睡眠の両方が全ての記憶の向上に関与しているという研究もあるからね。なるほどなるほど。またレム睡眠から目覚めた時にはいいアイディア思いついたみたいなことが多い傾向にあると言われているよ。理由を調べてみると、どうも体内に分泌される分子のレベルで創造性が促される傾向にあるらしいよ。普通は目覚める時ってのはレム睡眠中だから、朝起きた時にひらめきがあるのは決して気のせいではないみたいだよ。え？じゃあ勉強を効率的に進めるためにも、クリエイティビティを高めるためにも、睡眠ってめちゃめちゃ大事ではないか。クリエイティブな仕事をしている私たちはもちろん、他の全ての人にも大事だよね。また、夢を見ている時に現れる自分自身は、レム睡眠の時には攻撃的、ノンレム睡眠の時には有効的であるという説があるよ。その使い分けの背景は特定されていないけど、ノンレム睡眠の時の自分は困難で否定的な環境に置かれていながら、見知らぬ人と友達になったり受け入れたりする、あるいは前向きな判断をすると言われているよ。必ずしもいいことばかりとは言えない現実世界を生きる上ではとても重要な機能かもしれないね。まるで夢の中で日々を生き抜くためのシミュレーションをしているかのようじゃの。いずれにしても睡眠は単に休養を取るだけでなく、私たちが高度な知能を維持するために欠かせないものであるということがわかるね。人の睡眠は2段階に分かれるという説明はしたけど、では人以外の動物ではどうなっているのかな。うん、大変気になる。この疑問は実はかなり最近になるまで回答するのは難しかったよ。睡眠中の脳活動を調べるには、今までは脳波を取るために電極を貼り付けるかしかないから、ある程度大きな動物にしかこの方法は使えなかったよ。ということで、長年2段階睡眠をしていると証明されたのは哺乳類と鳥類だけという状態だったんだよね。睡眠の研究も大変なんじゃな。ただし最近になって、体に電極をつけなくても光によって脳波を測る技術が進歩したことで、もっと広い動物の睡眠を調べられるようになったよ。これにより2016年には爬虫類、2019年には魚類、2023年には無脊椎動物では初めてとなる袖振りダコや、海中では熟睡すると見られていなかった海洋哺乳類のキタゾウアザラシにも2段階睡眠をすることが判明したんだよ。2段階の睡眠はまだ脳が測定されていないので確定じゃないものの、他にもイカやハエトリグモにも存在すると言われていることから、睡眠が単なる休息以上の意味があることは他の動物も同じっぽいんだよ。ほー、トカゲ、魚、タコ、アザラシ、イカ、クモにも2段階の睡眠は存在していると。いわゆる知的生命体だけに備わっているものではないんじゃな。興味深い。こんな感じで脳を持つ動物にとって睡眠が必要なことに疑いの余地はないと強調されているけど、では脳すら持たない生き物はどうなのかな。脳を持たない生き物の睡眠気になるのじゃ。脳を持たない動物では当然脳波が取れないけど、それでも活動度合いによって寝ているかどうかを調べる方法が試みられているよ。例えばクラゲの場合、動きが鈍くなったり刺激を与えても鈍感だったりと、いかにも寝ているっぽい感じの行動が観察されているよ。刺激を与えて無理やり起こせば翌日は活動が鈍くなるし、催眠作用のあるメラトニンを与えると動きが鈍くなるってのも、いかにも寝ているのと同じようだよね。メラトニンは人も夜になるとホルモンとして分泌されるよな。そうだね、メラトニンは暗くなると分泌量が増え眠りを促すと言われているけど、どうやらクラゲでもそれを促すことができるみたい。同じようなことはクラゲの遠い親戚でもあるヒドラという生き物でも観察されているよ。やはり脳を持たないヒドラは、遊覧ごとに部屋を暗くすると動きが鈍くなるので、
これは睡眠のように思えるよ。また動きが活発な時と鈍い時では働く遺伝子が200以上も変化していて、その一部は症状前の睡眠に関わる遺伝子と同じであることも分かっているよ。さらに体長数ミリメートルで単純な神経しか持たない線虫でも睡眠っぽいものが報告されているよ。脱皮をした時や熱や紫外線のような有害な刺激を受けた後は 1,2 時間ほどぐったりしている様子が観察されていて、これも睡眠ではないかと思われているよ。なぜならこの時哺乳類で睡眠の調整に必須な酵素が働いているからだよ。確かに聞けば聞くほど脳がない生物も寝てるっぽいの。とするとやっぱり睡眠って脳を休ませるだけのものではないよじゃな。さらに最近の研究では、睡眠は動物が生きていく系でもっと根源的な意味を持っているかもしれないことが明らかにされているよ。お、根源的とは？気になる表現だよね。例えば症状バイやマウスを使った研究では、睡眠不足になると有害な物質が腸の細胞を攻撃していること、そして早死にに繋がっているらしいことが分かっているよ。腸というのは動物の進化のかなり早い段階から出現したまさに根源的な器官といえるものだから、睡眠というのは腸を守るために作られた生理システムであり、動物の機能が複雑化するに従って機能が増えたと考える研究者も増えているよ。それだけでなく、寝ている時に有害な物質を体内から除去しているなら、そもそも動物というのは寝ているのがデフォルトだとする考えだよ。でも寝ているっていうことは餌を探したり危険から逃れたりというのが難しいから、動物は起きるという機能を発明し行動が複雑化したのかもしれないね。え、じゃあわしらは起きてる時の方がレアな状態である可能性があるってことか？この動物は寝ているのがデフォルトという話はまだ仮説の段階で、正しいかどうかはいまいち分かっていないよ。現在では海綿の仲間や天網ヒラムシといった神経どころか腸すら存在しない動物でも睡眠のような行動があるのかを研究中で、そしてすでに睡眠っぽい行動が見つかっているよ。もしも本当にこれらの動物が睡眠をしている場合、腸に限らず全身の細胞が睡眠の恩恵を受けており、動物は寝ているのがデフォルトという仮説が真実性を帯びてくるよ。はあ、それはすごい。それが真実じゃったら睡眠で得られる恩恵はほんと半端ないってことじゃな。これを見てるみんな、あー昨日丸時間しか寝てないわとか寝てない自慢しておる場合ではないからな。寝たまえ寝たまえ、おとようは燃やして食べちゃうよ。本日は夏休み科学 VTuber 相談室で、なんで寝なければいけないのですかについてお話しさせていただきました。今回の企画はわしらの他にも様々な学術系 VTuber 殿たちが皆様方の身近な質問に答える動画を上げておりますゆえ、そちらもぜひお楽しみに。さらにわしらの YouTube チャンネルや Twitter のリンクは概要欄にありますゆえ、チャンネル登録や Twitter のフォローなどもお願いいたします。じゃあそれでは私ハイエリリと作るのジョカジャったよ。まったなー。まったねー。